皆さんいらっしゃいませ。雑貨印刷屋大岡の伊藤です。はい、本日は一人でラジオ風というか、今回はですね、ただいまですね、当店でやってるメガセールについてのご紹介動画を上げさせていただこうかなと思って動画回しております。一人だとこう相手相づちとかがないんで、ちょっと久々すぎてグダグダ感が出ちゃうかもしれないですけれどもよろしくお願いします。はい、ではですね、今回のメガセールということで、冬物商品を最大 70% オフというちょっと大きめなセールをやらせていただいております。はい、まあ、開催日はだいぶ前なんですけれども、まだまだ寒い日が続いておりますので、セール期間としてはまだ終わらないので、今からでも間に合うと思います。はい、まだ在庫もありますので、ぜひ、今回の動画を参考にヤフーショッピング店ベース店でセールやっておりますので、ぜひ見に来ていただけたらありがたいです。というわけで、早速始めていきましょう。はい、それではですね、まず1点目がこちらが、ですね、宣伝でもよく使わせていただいておりますピアスですね。はい、ヒョウ柄のポンポンのついたハートをモチーフにしたピアスです。ちょっとこちら開けてみます。中にはキャッチがついてるんですけど、キャッチは樹脂のキャッチになっております。見えるかな、という普通の樹脂のキャッチです。はい、私も金属アレルギーなんですけれども、まあ、金属アレルギーの方はね、キャッチが樹脂でもやっぱりこの入れてる針がね、金属だと金属アレルギー出ちゃう方もいると思いますので、ちょっと金属アレルギーの方はまあご遠慮いただいた方がいいかなとは思います。実際に私もあのキャッチを樹脂にしたところで金属アレルギーめちゃくちゃ反応してしまうので、ちょっとそこはお気をつけください。はい、耳かゆくなるし、うんできちゃいますからね。袋から出してみると、ちょっとすいません分かりにくいですけれども、こんな感じです。あの写真で見るよりもね、ハートのお色がちょっと画面上でも分かりにくいかもしれないですけれども、そんなに真っ赤じゃないです。どっちかっていうとボルドー系のお色です。多分画面上で見るともうほぼなんか焦げ茶とか黒っぽく見えると思うんですけど、実際に見るともうちょっと赤みが ある、まあ、おとなしめの赤色と思っていただけるといいかなと思います。こんな感じですね。はい、ヒョウ柄のポンポンも、画面上ではちょっと暗いですけれども、もう少し明るめですね。はい、すいません、実際に見るとちょっと変わってきちゃうかもしれないですけれども、はい、全体的にはこんな感じです。で、後ろはまあ金属の針となりますね。こんな感じです。かわいいですね。はい、こちらただいま 50% オフで販売しております。付属されてる樹脂のキャッチをつけていただいてもいいですし、最初からついてるのはこういうちょっとこういうキャッチですね。ちょっと大きめの、しっかりと耳にフィットしてくれそうな感じのキャッチとなっております。はい、こちらがハートモチーフのヒョウ柄のポンポンピアスです。はい、とっても可愛らしいです。はい、続いてまいります。はい、このポン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 ピアスですね、こちらです。真っ白というよりも白い部分がなんていうんですかね、オフホワイト真っ白じゃないです。はい、耳につけるとこういう感じですかね。オフホワイト系のちょっとこうくすみのかかった、白になるので、ホワイトになるので、そんなにこう悪目立ちしない白かなっていう感じです。で、ポンポン自体は、ケバケバしてるっていうよりも、なんていうんですかね、こう毛先が丸まってる
感じです。こういう感じ、もうこういう感じですね。重量もそんなに重くないので耳に負担はそんなにかかんないかなとは思います。はい、こちらもキャッチは樹脂のものですね。で、後ろなんですけれども、もう完全金属なので、はい、こちらも金属アレルギーの方お気をつけください。はい、針の部分がこうなっております。なんで針部分が真ん中ではなく、ちょっと下目ですね、下についてる形になるので、耳につけた時にちょっと耳たぶの上の方に来るのかな、針が下の方だと。なんでこのボタンの部分もとっても可愛くなるんじゃないかなと思います。はい、結構綺麗ですね、この金色のゴールドの部分も。はい、いい感じです。これも 50% オフで販売しております。はい、とってもお安くなってるのでね、まだまだ、使っていただけるピアスではないかなと思います。はい。3つ目にちょっとおすすめしたいのがですね、こちらです。はい。じゃじゃん。こちらはですね、アームカバーです。はい。よくおすすめっていうか、宣伝で使ってるんですけれども、アームカバーです。手袋みたいに指は暖かくないんですけど、手首から、まあ、手のひら上の方ぐらいまで温めてくれるような、はい、ニットのアームカバーとなっております。こんなんですね。はい、でこれはですね、ちょっと私が装着してみますけれども、つけた感じは見えますか、こんな感じです。はい、こんな感じです。いや、あったかいですね。室内でもね、やっぱりまだ寒い時もあるので、まあ外でもいいですし、やっぱり指が布を覆っててしまうと、スマホだったりとか、あ、指に布いらないって思う時に、ちょっとまあ燃え袖風な感じに使っていただけるんじゃないかなと思います。で、手首まではそんなに長くないので、本当に手首部分、ちょっとすいませんね、私の手で、手首部分でちょっと短めなので、まあね、コートとかインナーとかの中にこのように入れていただけるかなと思います。そうすると長いと結構かさばるじゃないですか、腕の、例えば何、ここ肘か、肘のあたりまであったりとか、長かったりするともうちょっとごわついたりとか、ボコボコってして若干こう太くなるじゃないですか、やっぱり冬の服とかと合わせたりすると。まあそれの心配はそんなにないかなと思います。すごくあったかいです。今室内あったかいんですけどね。はい、こんな感じです。こちらお色結構ありますので、これ今ダークグレーなんですけど、普通の薄いグレーとか黒、ベージュ、赤、あれ、バーガンディかな、まあ、赤ですね、赤色などなどありますので、こちらもお安くなっております。はい、まだまだ寒い冬に、こちらもいかがでしょうか。結構いい感じですね。チクチクはしないので、とっても肌触りとしてはいいかなと思います。はい、ではですね、今回そんなにたくさんの商品は紹介できてないんですけれども、今冬物として、当店でちょっとおすすめしたいなって思うのはこちらの3点主に紹介させていただきました。で、まだまだね、寒いので皆さん風邪もひかないように、ね、インフルエンザはあんまり聞かないですけども、やっぱりコロナはまだまだ感染者数増えてたりもするので、ちょっとそうですね、最近もまた乾燥とかもしてきてますし、お体に気をつけて、あったかくして、皆さん無理のないように頑張っていきましょう。はい、それではこれで紹介は終わります。いやー、聞いてくれてありがとうよ。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、3点紹介させていただいたんですけれども、他にもね、
ティペットなどのあったか商品も販売しておりますし、今後は春物も出てきますけれども、まだまだあの冬物商品大売り出しやっておりますので、どうぞ雑貨印刷屋大岡のメガセール皆さん活用してください。これはどうなんだっていう、質問などありましたら、ぜひツイッター、インスタグラムでもいいですし、直接大岡のメールアドレスにて、ご質問いただければご回答させていただきますので、皆さんお気軽にご連絡ください。チャンネル登録、グッドボタン、またベルマークよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。一人二役。